最近ではついこの間ね、リンカーンという映画が、まあ、去年ですか、はい、いまして、リンカーン今年のアカデミー賞で作品賞を入れて、まあ、12部門ノミネートで、主演男優賞とか2部門を取ったということですね。でスピルバーグって結構若いイメージあったんですけど、僕なんかも今もう66歳で、それ一番驚いたな、66ですか。そうですね。で監督作品がまあ31作品で、制作組織を入れるとまあ90本以上の映画に関わってて、まあ、他にテレビシリーズとかもやってますから、まあ、本当に映画界の大物中の大物ですね。で、まあ、スピルバーグはそのでとにかく本当に映画バカというかですね、映画大好きな人で、映画作ってる時の自分が一番多分好きなんだと思いますけども、で そういうので言うとちょっとそれを裏付けるエピソードがありまして、2004年に公開されたターミナルという映画がありました。でこれは自分の国の政治が不安定でパスポートの効力を失ってしまった男がですね、要は空港から出られなくなってしまうという宙ぶらりんの状況を描いた映画なんですけども、なんか実話が元になってたんですよね、確かね。でこれは実物大の空港のセットを作りました。でそのこれのなんかメイキングを見てたら、スピルバーグがその撮影の前日にですね、このセットの中歩き回りながら、明日はどこで撮ろうかなつって、でこういうことを考えながらセットの中歩き回ってる時は僕が一番幸せなんだと。だから現場にいて映画撮ってるっていう状態の時が一番幸せだっていう人 で、まあ、映画撮ってない時はこの人映画見てますね。だから本当にまあ映画好きの人生 で、まあ、今でもまあ大富豪ですけどね、それこそ、でもまあ、まあ、お金のためじゃないし、お金ためっていうか、まあ本当に好きなんで毎年映画撮ってて、しかも早撮りなんで本数も多いと。ことですね。もともとキャリアのスタートがユニバーサルスタジオに学生の頃に潜り込んでたっていう、ね、っていう話がありますね、うん、なんかユニバーサルスタジオになんかちょくちょく潜り込んでて、でそのうち空き部屋を見つけて、勝手に入り口にスピルバーグオフィスとかつけちゃって、すごいですね、やることが違う。でやっててなんか仕事くれみたいなことやってるうちに、仕事ももらえるようになったっていうのが出だしだっていう話が伝わってきますけども、でも好きなものへの情熱ってことでは博士分かるような気がするじゃないですか。そうですね、これって決めたら、まあ、で自身が生と一緒ですよ ね、そういう現場に入りたいっていうのは ね、まあ、今それが通用するかってちょっと難しいと思いますよ ね、と思いますが、はい、はい、さあスピルバーグ監督の名前が初めて世界に知れ渡った作品はどの作品でしょう。そうですね、一番最初に有名になったのはやっぱり1971年の激突という、でこれもともとアメリカではテレビ映画なんですけども、アメリカ以外では劇場公開されました。でこれは巨大なトレーラーをですね、この、まあ、中年男が抜いてしまったら、その後トレーラーが怒り狂ってずっと追っかけてくるという、まあ、非常に恐ろしいホラー映画とかサスペンス映画ですね。ずっとそれをやるだけなんです。ずっと追っかけてくるという映画です。で映画監督っていうのは大体みんなそうなんですけども、一作目っていうのはその人がその後に映画監督として描いていくテーマっていうものが大体ギュッと詰まってるんですね。でスピルバーグの場合はこの激突を見ると分かるんですけども、テーマが大きなテーマが2つ、この中にもうすでに仕込まれておりました。はい、さあ1つ目のテーマは何でしょうか。ですね、1つ目はこれです。崩壊した家族ということですね。で激突もまあ見ていくと分かるんですけども、主人公が奥さんに電話するシーンが途中でちらっとあります。でそこをちょっと見てると分かるんですけども、まあ、主人公はもう奥さんと別居しちゃってるんですね。で要は家族関係がうまくいってないということなんです。でスピルバーで激突っていうのは、まあ、どういう話かというと、まあ、ダメな父親がですね、巨大なトレーラーに追い回されるって話 でスピルバーグの映画の特徴には、本当に初期のうちから、まあ、中期最近でもありますけども、崩壊した家族が描かれていることが非常に多いんですね。で1975年公開のジョーズでも主人公のブロディ所長という人ですけども、この人もなんか奥さんと子供とちょっとあんまうまくいってないんですよね。で息子ともあんまうまくいってなくて、でちょっとなんだろう、お父さんが家で立場ないみたいなことにはなっています。なんかそうじゃない部分ばかり取り沙汰されるから、その崩壊した家族がそこに流れてるっていうのは気がつかないですよね。そうですね、まあ見ると一目瞭然なんですけどね。でまたそれから1977年の未知との遭遇というのがありますけども、これではよりはっきりしててですね、UFO に夢中になっちゃってお父さんを置いて奥さんが子供連れて出ていっちゃうと。でまあこれ出てきてるんですけども、でなんでスピルバーグがそういうことを映画のテーマにしてるかっていうと、彼自身親が離婚しちゃってるんですね。でお父さんがいなくなったという経験があるので、でそれで自分も父親になった時まさかそれを繰り返すんじゃないかという恐怖心もあったりしてですね、そういうコンプレックスみたいなことからこういうことを描き続けてるんだということは本人もたびたび言ってます。でまあスピルバーグも1回離婚してますね。最初の奥さんエイミー・ガーディオンという女優さんで、
で今はあの魔球の伝説のケイト・キャプショーという女優さんが奥さんですけども、で、1982年公開の E.T. というね、はい、E.T. 面白い映画ですけども、 E.T. もお父さんがいない家庭なんですね。面白いですけどってこう説明するのは、はい、E.T. も僕は好きなんですよってことなんですよ。僕 E.T. 大好きですよ。私逆になんか冷ややかにわざとおっしゃったのかなと思って、そうじゃないですか。E.T. は割とあの悪魔主義者みたいな人はこれダメだって言うんじゃないかと思われるけど、本当は好きですよ。超好きですよ。ですよ。超好きです。そこはっきりしないとね。ちょっと発信しないと。そんな嫌味で言ってるんじゃないですか。でこれはあのお父さんがいない子供のところに E.T. がやってくるんですけども、要はあの宇宙人がお父さんの代わりをしてくれるっていう話ですよね。でスピルバーグはやっぱりそうやって父親代わりみたいなものを映画の中で求める傾向があって、で E.T. もまあそういう意味のお父さんですけども、例えばあのインディ・ジョーンズ最後の聖戦という映画では、あのインディ・ジョーンズのお父さん役で、まあ究極の父親ですね、これね、ショーン・コネリが登場しますけれども、まあ普通ねこれインディ・ジョーンズヒーローですから、ヒーローに別にお父さんいらないですよね。007のお父さんとか言われてもピンとこないじゃないですか。だけど、まあ、そうなんですよ。そう言われてはそうですね。でそこでわざわざお父さんを出してきて、その父親と息子を和解するという話になっていて、でかつこれショーン・コネリ持ってきたのは、もともとインディ・ジョーンズは007みたいなのがやりたいって思いついた映画の企画だったので、映画の父としてのそのぜあのインディ・ジョーンズ映画の父としての ジェームズ・ボンドっていうことも含まれているという、非常に面白いですね。隠れたテーマというかね。いやだからこの作品規模が大きいんで、うん、スピルバーグ映画っていうとそこになかなか目がいかないかもしれないけれども、うん、ほぼ 全作品がこの崩壊した家族的なってものは全部描かれるんです。アクションとかエンターテインメントの、ね、うん、そう裏に実はこれ全部描かれる。だから例えばあの2002年公開のマイノリティリポートという映画がありましたけども、はい、あれあのトム・クルーズがね、これあのエリートなんですけど、この人ね実はドラッグ中毒で夜な夜な奥さんと子供出てっちゃったんですね、うん、の映像を見ながらなんかあのよかったな昔はとか言ってニヤニヤしてるって、これ割としょうもない父親ですよね。そこだけ見た らやっぱりそういうシーンもなんかこうやって入れてくるという、でスピルバーグの映画だったから、まあ父親っていうのは父親業に大体割と失敗してるか、あるいはすごい理想化されてるかみたいなことで、どうやって折り合いつけようかってことは常に模索されてるんではないかというような気がしますね。これもそう思って見ていただくと、ほぼ前作そういうふうな、ね、そうですね。だからさっきもちらっと言いましたけど、あのジュラシックパークの博士は子供が嫌いだから結婚してないって言ってて、だけどそれが父親代わりになっていくという話ですね、うん、最後にねいい関係になっていくんですよね、うん、さあ続いてスピルバーグが描く映画のテーマ2つ目は何でしょうか。2つ目はこれです。じゃん。観客を恐怖のどん底に突き落とすということですね、うん、これもですね、あんまりスピルバーグ作品とスピルバーグ制作作品を混同している人も多いので、うん、そうすると印象がまた変わってしまいますが、うん、スピルバーグ初期なんか完全ホラー作家ですね。で常にどうやって観客をものすごくビビらせて怖がらせてやろうかってことを考えてた人なんですでそういう意味でも影響力の強い人で、まあまあ一番最初の激突がそうですけれども、うん、このトレーラーが追っかけてくるという話なんですけども、ジュラシックパークの恐竜しかりですね、インディージョーンズが追い回されるでっかい石しかり、スピルバーグがこうものすごく巨大なものが襲ってくるっていうことを映画で常に描き続けてきた人なんですね。ほぼ延々このシーンでっていうかそれもすごいですよね。だからこれすごい、だからその本当にその演出力がなかったらこれ持たない映画なんですね。ヒットしたんですか。ヒットしたんです。これはものすごくヒットします。世界中で当たりましたね。でこのトレーラーを怪獣のように描いたんだとスピルバーグも自分で言ってますけど、本当にそういう意味ではモンスター映画なんですね。でモンスター映画といえば1975年のご存知ジョーズですけれども、これは巨大な人食いザメが登場する映画でですね、はい、まあこれは本当に大きな怖いものが襲ってくる映画のヒットです。で、なんかね、この音楽も効果音もすべて何かものが襲ってくるとき必ずこれなんですよ。必ずこれですね。だからジョーズの音楽だって知らない人もいるかもしれないですよね、まあ、怖いときにかかる音楽。そうですね、パロディとして使われることが多くなっちゃったんですけどもね。そう、私このジョーズのせいで海が流れなくなってしまったので、逆にこの映画をそう見たことが私にとってはもう二度と入れない。あれ怖い。ボセもそう、僕もなんかジョーズをの興奮を子供に見せたいから、うん、5歳ぐらいで見せたんですよ、うん、そしたらやっぱりものすごいこう影響を受けるんですよね、うん、でプールに行っても、うん、サメが出るって言うんですよ。なんか沖縄かなんかどっか行った時にプール入らなかったって。そうです。プールだからって言ってもサメが出るって絶対言うんですよ。私砂浜に座っててもサメに人間の足が生えて追いかけられてる錯覚を見るのでダメなんですよね。今こういうジョーズのそのエピゴーネンとか真似した映画でロジャー・コーマンが作った映画なんかだと、砂の中を泳ぐサメが出てきたり、サメの竜巻を襲ってきたりしますけども、そのロジャー・コーマンっていう人は BK が作ってたんですけども、はい、このそれが今の話関係あるのは、ジョーズとスター・ウォーズって
ていう映画はですね、あの要は B 級映画と A 級映画というか、あの、ね、の敷居を取っ払っちゃったんですね。つまりそれまで例えば宇宙で戦争だとか、あの巨大なモンスターが襲ってきてっていう映画は B 級映画の領域だと思われたんですけども、それをこうやって豪勢な映画にしちゃったことで、その垣根が取り払われたという意味では記念碑的な作品なんですね。でロジャー・コーマンなんかはだからジョーズとスター・ウォーズのことをだいぶ恨みを持ってて、あのそういうのは大手がやんないからうちみたいなところが作って商売になってたのに、そんな金かけて作られたら叶うわけないだろうっつって、でも未だにその、なんだろう、砂浜の中を潜ってくる上手な映画とか作ってますね。立派な。僕の小学校の先生が同じこと言ってましたよ。あ、本当ですか。あのスター・ウォーズや上手は子供が見に行くもんだって。あ、やっぱりなんか昔の人はそういうふうに思うんだと思いますね。言ってましたね。やっぱね、低予算映画で観客を選ぶのがその B 級映画だったんですけど、うん、だからその B 級の映画のジャンルなのにもかかわらず、うん、大作であり、多くの人ってもう全世界中の人が見に行ったっていう、また見るほどの出来になってたっていう。そうですね、はい。でまあ、ジョーズやその後は本当にこの真似した映画がいっぱい作られたんですけども、でスターウォーズより多いと思います。でなんでかっていうと、スターウォーズだと SF なんでセットとかいるんですけど、これだと魚の作り物があれば撮れるやっていうふうに B 級映画作ってる人は思うん でまあガンガン真似されたっていうことね。で未だに作られ続けています。まあ、でも確かにピラニアとかね、うん、よくで 3D ピラニア 3D とかよくできてるものもありますね。そうですね、ありますね。ピラニア 3D 最高ですけど、はい。でスピルバーグだからその恐怖ってことはいつも考えてると思います。で1982年のご存知の ET ですけども、はい、ET でもね結構怖いんですよね。 ET ってこうやって見ているとこれ子供があの ET の顔見て一瞬ギャッってすごいびっくりするシーンですけども、 ET もともと造形が結構キモい上に、うん、ここでわーって口開けた顔がすごい怖くて、しかもそれが懐中電灯に照らされて、これはね、綺麗、可愛く CG で直したバージョンですね。オリジナル版だともっと怖いです。そうなんですね。なんで直したんですか。それはスピルバーグが反省してて、そうじゃない方にするって今言ってますけども、で、これ、この、一番下の妹役はドリューバリモアがやってるんですけども、これ、子役時代のドリューバリモアですね。で、ドリューバリモアがこれキャスティングされた理由っていうのは、オーディションした中で一番いい絶叫するからだって、言うんで、とにかく小さな子供を心底ビビらせるってことは、スピルバーグが本当に気合を入れてやる監督だっていうことがそこから分かるんです。ET の全体のイメージからするとそんな意図は感じないんだけど、そう言われると正しい、そういうとこもある。でそこからしかもドリューバルモアこの ET にね、いい子になってねって言われるのに、どんどんこの後悪い子になる、この後役中になってしまう。ショックがやっぱり大きかったんじゃないかと。で1977年のまた未知との遭遇になりますけども、未知との遭遇もですね、 UFO が出てくる話ですが、これもですね非常にホラー演出があってですね、例えばこのちっちゃい男の子が UFO にさらわれるシーンで、ここはなんか家の中でプルターガイスト現象が起きるんですね。でこうね、そうなんですよ。でおもちゃが勝手に動き出して、外から不気味な光が差し込んできてですね、でこのネジが勝手に動いて、でその強い光に飲み込まれて子供がさらわれてしまうという、これはしかもシングルマーザーですから、お母さんからしても悪夢以外の何者でもないですね。非常に恐ろしげなシーンを撮ってるわけです。でスピルバーグのこれがこれをまあホラーっぽいんですけども、それを実際にこの後スピルバーグが自分がプロデュースしてトビー・フーパーが監督したのポルターガイストという映画がありますけども、それで大体同じような演出をですね、今度はホラー映画でやるんですね。でこのシーンにいろんなものが勝手に動いたりするんですけども、未知との遭遇と比べるとあんまりその差が分かんないというかですね、だから未知との遭遇のシーンもやっぱりその恐怖を意図してやっていたものだということが分かるのではないかな。ここではまあ木が動いて入ってきたんですね。あとまあそのちょっとベッドの下の人形とかものすごい恐ろしいシーンがありますけども、確か3つの遭遇よりはちょっと怖いですけども、同じ系統の撮り方をされているということは分かる。なんかスピルバーグほぼ同じ撮り方っていうのをスピルバーグがすごい多いんですよ。すごい多いですね。多いんですよ、作品を通してね、まあそういう癖っていうのありますけどもね、はい。あとそれから魔球の伝説、インディ・ジョーンズの2作目ですね。でこれはアドベンチャー映画ですけども、非常に怖いシーンが多くてですね、ご存知だと思いますけども、生きた人間の胸にこう手を突っ込んで心臓をえぐり出すとかですね、そういうのもあります。で あれですね、これなんだっけ、途中では今ミスの遭遇が映ってますけれども、魔球の伝説という映画でもそういうことがあります。はい、こっち入れますね。これですね、はい、はい、マキノデンスの系はそうですね。なんかだんだんスピルバーグ特集じゃなくて、こういう好きさんの好きな特集のようになってきてる。いやいや、スピルバーグが実はそうなんですね。そうそう、そういうのすごいですよね、これね。でもこれ結構怖いですね。高野さんも僕はこれ好きなんですけど、これ怖いシーンだけど、オープニングが好きなんですよ、僕は。ミュージカルありますね。ミュージカルの声ですね。ここすごくいいですね、はい、このシーンですね、はい、ここがお好き。僕もこれすごい大好きで、ジャズのビッグバンドをバックに女性が歌って、これ後のスピルバーグの奥さんです。え、
この人だったんですか。そうなんですね。今7人子供ですけども、はい、7人いるんですか。ちなみにこのインディ・ジョーンズ魔境の伝説っていうのはちょっとなんでエイリン問題というかですね、アメリカの MPAA というところがですね R 指定にしようとしたら結構残酷なんで、そうしたらスピルバーグとルーカスがごねて、それじゃ困るんだと言って、無理やり PG-13 という新しいレーティングの基準を作らせたということでも有名な映画です。保護者の了解があればっていうそうですね、はい、スピルバーグやルーカスが言えばそういうルールが通っちゃう、動いちゃうんですよ ね、 そ, うですね、それはずいぶん融通が効いて羨ましい話ですけどね、はい、鍋常さんみたいなもんですよねそこまでいかないと思いますよね、はい。さあ、サヘルさん好きなスピルバーグ作品、私は2005年に公開されたミュンヘンなんですよね。ご覧になりました。これすごく面白くて、はい、サスペンス、まあ、スパイ映画なんですけれども、結構私もこれ見た時にこの監督誰だっけと思って見たらスティーブン・スピルバーグぐらい、私の中では彼がこういうのを作るイメージがなかったんですよね。でここはその爆弾を、ね、作るテレフォン の、 その形を取った時に女の子が入ってきたりとか、その爆弾の本当にスイッチを入れようとしたら子供がいないはずの子供が帰ってきたりとかっていう、結構臨場感がある。でこういうサスペンスもの、スパイ系のものも作るんだっていう、この臨場感あるのが私はすごく新鮮ですごい素敵でした、この作品。まあ、ミュンヘンもですね、結構残酷なシーン多くて、爆弾が爆発した後でなんか部屋のあちこちに腕がぶら下がってたりとかするんですけども、で日本ではこれ PG-12 指定になってますね。でもこれもなんか今言われている説明聞いて気づいたんですけど、確かにお父さん目線というか、そのスパイの中にそのお父さん、自分に子供ができるお父さんの姿も描かれているので、やっぱりそのどっかでお父さんぞっていうのは映画の中出てくると思って感じました。そう言われてみんな見てみるとあるんですね。あると思います。ミュンヘンもこう実はベースなんで、そうですね、実際に起きてるっていうことで、そうです、はい、やってる映画なんで、ミュンヘンオリンピックの話なんですね。そうです、はい、でスピルバーグは本当にサービスステーション旺盛でですね、まあ、こういう残酷な表現とかも含めていろんな面白いものを見せようとしてるんですけども、それと一方でですね、スピルバーグはまあさっき博士もおっしゃってたみたいによく使う表現手法っていうのがいっぱいあって、で一つすごく有名なのは、ちょっと前にねこれ YouTube の動画でも有名になったんですけども、スピルバーグが人の顔を撮るやり方なんですね。で必ずこうやってレールに乗っけたカメラでこう近寄っていきながら、人々が何かすごいものを見て愕然としたっていうか、なんかこうわけのわからないものを見てこう呆然となっている人の顔をこうやって寄って写すというのを常にやります。でこれ未知の遭遇はなんかそれが一番多い作品で、もう何十回もやってるんですよね。そこの中では多分宇宙人にまでそれで寄るんですけどこれはでもすごい効果的でですね、映画っていうのはまあアクションとリアクションでできてますから、何かすごいことが起きてるのを見せるだけじゃなくて、それを見た人の反応を見ることが重要なんですね。でしかもその映画の中で自分が感情移入してる人がやる表情と同じ表情に客席もなっちゃうんですよ。だからこのあーっていう顔をしてる人たちが映ってる時は多分客席のほとんどの人はみんな同じ顔をしちゃってるんだと思いますね。でこのすごく大きい顔が、ね、スクリーンいっぱい映し出されて、このガーンっていう顔がですね、これだけ繋げるとすごい迫力、こうやって見ると本当に毎回やってるってことも分かると思いますね。これは ズームじゃなくてこうレールで寄りたいですね。スピルバーグズームあんま好きじゃないです、ね、今俺が寄せた自分でねでもこれ見てるだけで結構なんとなく感動してしまうところがやばいじゃないかと思いますけどね、はい、でも役者にしたらすごい表情の勝負ですよ ね、 そうですね、これだけずっと寄れていく、しかもスピルバーグの映画でそれやってくれるのかってなったら嬉しくてもらえるし、ね、そうですね、寄りが来るわけですからね。さあ、吉木さん、その他にもスピルバーグ監督の特徴ありますか？そうですね、スピルバーグはですね、まあ、お父さんの影響っていうのはそういう意味でちょっといろいろトラウマになってたりしますけども、なんか第二次大戦中お父さんが飛行機の仕事してたかなんかの時期があるとかで、第二次大戦というものに非常にこだわりがあります。まずはどの作品でしょうか？そうですね、まずは1941という映画があります。これ1979年ですけども、これはですね、カリフォルニア沖に日本の潜水艦が浮上したということで、西海岸が大パニックになったという、まあ、ちょっと実話が元になってるんですけども、ただの田舎町をハリウッドと勘違いして日本軍が攻撃しようとしたりですね、するっていう、まあドタバタコメディです。でこれ時は人気絶頂だったジョン・ベルーシが主演でですね、はい、あと日本側から三船敏郎が出たり、クリストファー・リーが出たりですね、湯水のようにお金をかけた豪勢なコメディなんですけども、これは大こけしました。で超こけちゃったん で何者入りだったんですけど、ものすごくこけちゃって、でスピルバーグはそれ以来コメディ映画っていうのはこの後は一本も撮ってないんですね。コメディ的な要素を入れたりってことありますけども、正面来たコメディ映画っていうのはポリタかなんかでもうやってないんです。まあ向かないと思ったんじゃないかなと思いますけどね、本人が。まあこれはでも今見ると面白いですけどね、面白くないところも含めて面白いですけどね。そうなんですよね、はい、そうなんですね。
だから本当に超大作で作って滑ってる感じが面白いんですよね。こんだけお金かけたのにっていうのがね、普通な見方ですね。しかもオープニングから自分の映画のあのジョーズのパロディから始まったりするんで。そうですね、でハリウッドだ、ハリウッドだですね。そうそう、はい。そして他にもスピルバーグの映画の、はい、にしてないジャンルはありますジャンルはありますよ。今カンペ書きながらねスピルバーグあんまり映画にしてないジャンルっていうのは他には多分あの恋愛映画でしょうね、はい、あのスピルバーグ恋愛映画っていうかロマンスもの苦手でほとんど作品にはなってないです。で多分あのオールウェイズという映画がありますが、あれが多分唯一っていうか数少ない恋愛映画だと思うんですけども、これはですね、しかもそのまあ恋愛感情といってもこれ死んだ人相手なんで、ちょっとまあ普通の恋愛かって言われると死んだ人というか霊ですね、霊相手なのは、まあ、だからファンタジー要素が強くてですね、でも多分スピルバーグの中で一番ストレートな恋愛ものだと言えるのではないかと思います。まあ、ただまあスピルバーグもいろいろあの女性関係失敗したりとかあるんで、あのっていうのと、あと多分ねあんまり美人女優もそんなに好きじゃないんですね、この人は。なんで、そこもあって、そういう恋愛映画的なことにはあんまり興味が向かない人なんではないかと思ってます。ですよね、恋愛映画撮るのかなと思ったら、そのやっぱり霊だったりするところがちょっと違うものに走りたくなるということです。実際恋愛上手じゃないから撮れないんですよね。まあ、それはあると思いますね。あともう童貞が長かったりするともうダメなんです、そういうの。そうなんですね。ディアレンはでも恋愛上手だったんですね、じゃあ。あ、どうですかね。願望がまた入る人もいるしね。まあそこは人それぞれですね、はい、はい、さあスピルバーグ監督の転機のあった戦争映画続いての作品は、はい、次はですね1993年のシンドラのリストという映画がありますけれども、これはですねホロコーストの最中に、まあ、そのユダヤ人たちを助けようとしたドイツ人実業家のオスカーシンドラさんの話ですけれども、これはですねまあそのいわゆるこれはですねゲットですね、まあ、ユダヤ人 の, その移送からですねゲットの押し込めるところからその後の最終解決とか収容所ですね、絶滅収容所のシーンまで、まあ、ユダヤ人の迫害を非常に時系列を追ってですね丁寧に描いた作品です。でこれの時も本当にこのなんだろう、こういうのの記録フィルムはモノクロなんで、そのリアリティを徹底するためにモノクロにしたいと言ったとか言わないとかいう話もありますけれども、これも非常にリアリティあふれる描写ですね。でこれが何が転機になったかというと、スピルバーグがこの映画で念願だったアカデミーの作品賞と監督賞を受賞することができました。でそれまでもいろいろトライはしてたんですけども、大体娯楽映画の人だろうっていうんで、なんかそういう賞レースとは無縁だったんですよね。で本人もなんかアカデミー賞はどうせ俺が組んねんだなとか言ってちょっと拗ねてた時期があるぐらいで、まあ、この映画ではついに念願のアカデミー賞を受賞したという意味でこれはちょっと重要だし、あとまあそのスピルバーグはそのユダヤ人的なユダヤ人の出自がありますから、そういう意味でも本人の渾身の一作だったと言えると思います。そうですね、子供の女の子の時だけ赤色赤いですね、あれが印象にすごい残ってます。でスピルバーグはだけど賞はあんまりだから興味ないんですけども、逆にそれにちょっと取りつかれてるようなところあるんじゃないかなっての僕思ってて、でさっきも出てきた2002年マイノリティリポートですけども、これでですねバーチャルななんかねこう施設っていうかゲーセンみたいなところがあって、そこでなんかすごいいろんな冒険ができるトータルリコールみたいなことがあるんですけども、でこれは違うシーンですが、そこでなんかみんなにこう褒めたたえられるのをそのバーチャル体験してる場面っていうのがあって、これはねちょっと画面は違いますけども、それ見た時になんでこんなシーンがあるのかな、つまりだってすごいなんか宇宙で大冒険とかねできるはずなのに、そんなみんなに褒めてもらうシーンっていうのをやってる、お金払ってねバーチャルで体験する人がいるってどうも謎だなと思ってたんですけども、多分あれスピルバーグが自分が望んでることをちょっとカリカチュアライズして描いてみせた、昔はそうだったなみたいなことで入れたんじゃないかなと思ってます。はい、一般人でそういう夢をそんな見ないもないですね、なかなかないと思いますね、はい、さあスピルバーグ監督の転機となった戦争映画続いての作品は、そうですね、98年のプライベートライアンです。でこれは第二次大戦 の有名な史上最大の作戦ですね、D でノルマンディー上陸作戦を描いた作品 でその後、まあ、兄弟が全部死んじゃった兵隊を一人救出するための作戦を描いた映画なんですけども、まあ、これはですね、まあ、本当にスピルバーグの中で転機というよりもこの映画以降戦争映画のスタイルは完全に変わってしまいました。映画界全部でです。でこのプライベートライアンの戦闘シーン以降これを意識してない戦闘シーンは多分絶対にないと言っても、韓国映画でも中国映画でも全部そうです。でこれは本当に戦場カメラマンのタッチでですね、で、まあ、色彩もそうですけども、これ全部その16ミリの手持ちの感じで撮ると、でそれ、それとこの銃弾の音とかですね、人体がバラバラに本当になる感じとかも含めてもう非常にリアルに撮られてて、でこれは本当にその戦場の恐ろしさっていうのをスピルバーグが実感させるためにバーチャル戦争体験みたいな感じで撮ってますから、でこれを撮るためにスピルバーグはその、まあ、フランク・ダルボンという映画監督がいますけども、彼に頼んでそのノルマンディー上陸作戦に実際に参加した人たちから徹底した聞き取り
ル調査を行ってます。でそこで集められた話の中からより抜きのひどい話を全部ここに入れて再現したというお話なんですけど、ね、ドキュメンタリーのように、そうですね、さながらそうなんで、でそのこれはですね、完成した時にそのノルマンディ上陸作戦に参加したその機関兵を集めてですね、試写会を開いたんですけども、その時におじいちゃんはちょっと PTSD で発作を起こしちゃったとか言われてる話があるぐらいで、本当かどうか分かりませんけど、ね、だそのぐらいリアルに見えたということですね、実際に参加してた人たちにとってもということです。これ映画館で見ていて本当に 5.1 チャンネルのサウンドで見るとこもこう避けるんですよ、ね、弾がこっちからついたんですよね、本当に避けたくなるんですね、避けたくなるというか、もう本当に本当に避けてるんですよね。ここは 5.1 チャンネルって今おっしゃいましたけど、 5.1 チャンネル の、 そのスピーカーを昔買った時に嬉しくって、1ヶ月ぐらいプライベートライアンと地獄の目視録が見てなかったですね。どっちも音がぐるぐる回って超楽しいんですよ、その超楽しいっていうところが ね、 一つです。でもこれも本当何遍見ても楽しいし、なんかいい映画だと思いますけどね。まあでも本当にこれ見ていくと分かるんですけど、このなんだろうな、撮り方自体も含めて昔の戦争映画はね、やっぱりもうちょっとこうここまでの迫真性ではなかったっていうことがありますね。そうでしょう ね、 ね、これだけこう現場にその実際に知ってる人に取材もしなかったでしょうし、うん、まあそれはね、してたと思います、昔もいろいろ、はい、映像的な話です、ね、弾がこう突き抜けて血がこういう風に出るっていうんです、うん、肉の破片が飛ぶみたいなリアルさっていうのは、ね、その戦争映画でそこまでは描かなかったんで、そうですね。あとね、まあだから僕これすごい大好きなんですけども、例えばこれとかですごい手足がもげてね、首が飛んだり顔面がぺしゃんこになっちゃったりするんですけども、うん、そういうのを例えば僕なんかはその残酷表現は大好きですけども、そういうのをブーブー言う人がいるんですけども、じゃあ戦争が悲惨だっていうのはどうやって描けばいいのかって話になっちゃうんですよ、うん、みんなでじゃあ枕で殴り合ってるのを映して戦争でございたわけにいかないじゃないですか、うん、だからやっぱりそうやって手足がもげたり血がブーブー出たりするのは必然性があるんだっていうことをここで強く言ってください。裸足の剣を思い出す、そうですね、戦争怖いなと思います。プライベートライアンぐらい反戦映画ないと思いますよ、ね、うん、これを見て戦争をするしたいって思う人は思わないですね、思わないですか、ね、本当やだなと思います、ね、はい、はい、お知らせの後は博士がスピルバーグ監督を解釈いたします。さあ他にもスピルバーグ作品の特徴はありますか。あ、そうですね、スピルバーグはディズニーが大好きっていうのがあってですね、スピルバーグ自身なんか何でしたっけ、ウォルト・ディズニーは自分の生みの親だっていうふうに言ってることがあるぐらい でディズニー映画っていうのはスピルバーグに非常に強い影響を与えます。で例えば未知の遭遇ではですね、家族でこれから何か映画見に行こうって言った時のお父さんが、よしじゃあピノキオにしようぜって言うんですよね。で子供がそんなの嫌だよって言うんだけど、お父さん子供のとこピノキオ見て超最高だったんでね、でこれが見たいんだって無理くり連れてくるというシーンがあります。でそれからエンディングでピノキオの主題歌がですね、そうそうチラッと流れるんですね。これは星に願いを。これね、これはわざわざジョン・ウィリアムスに頼んでそこにちょっとだけ紛れ込ませてもらったというお話ですけれども。でそれからですね、1941ってさっき言った1941ですけども、はい、あれ戦争映画なんですけども、これの中でもその日本軍が攻めてきますっていう時にですね、アメリカ軍の将軍が、まあこれちょうどその年に公開された映画だからなんですけども、劇場でダンボを見てるというシーンがあります。でここで、ああこのシーンは本当ダンボ最高ですね。僕ね、ダンボこれ冗談の時で本当に好きなんですよ。本当に本当に好きですね。よく、もう超可愛いな、やばいですね。じゃあ今度こういう特集しましょうよ。特集してあげてくださいよ。こういう可愛い映画の特集しましょう。でもダンボ本当にいいですよね。本当に顔が変わりましたね。いやいや、いいじゃないですか。ダンボが嫌いなやつは人間じゃないですよ。いやちょっと新しい一面を知っちゃいましたよね。嫌いなやつがいますかね、まあ、見てない人がいるかもしれないですね、はい、あと1991年に公開されたフックって映画がありますけども、これはだからスピルバーグのさっきの未知の遭遇の時からそうですけど、本当ピーターパン大好きで、あれ映画化したいっつって、この時は自分のお金もですね、何千万ドルか投じて作るっつって、まあこれもいろいろ紆余曲折あって、最初なんかマイケル・ジャクソンがねピーターパンやるって話もあったりとかして、で最終的にはなんともなんか座り心地の悪い映画になってしまったんですけども、まあロビン・ウィリアムスやダスティン・ホフマンやジュリア・ロバーツなんかで、豪勢は豪勢だしセットもすごい絢爛豪華ですね、でもどうにも煮え切らないような映画になってしまったということがあります。これヒットしたんですか。いや、これこけた、こけましたね、こけましたか、こけたんですよ、
まあ、確かにディズニーがいろんなところに散りばめられてるんですね。そうね、知りませんでした。なんかいろいろな新しいスピルバーグ監督の顔を知ったような気がするんですが、博士いかがでした？そうですね、僕ね、あの改めて66歳なんだと思って、ね、僕17歳の時にキネマ旬報社から出た世界の映像作家ルーカス・スピルバーグっていう自叙伝、日常の評伝を読んだのが初めて映画関係の、あ、そういう作品の、フルモグラフィーで読んだ本だったんで、あれからこんな時間が経ったんだっていうのを思って、しかも自分のこう思春期からずっと今も、第一線で毎年のように作品を撮って話題作を撮るっていう人はまずいないじゃないですか、ね、はい、しかもジャンルが本当にあらゆるものになってきたっていうことですよね。キャリアで欠けたところがないんですよね。 そうですね、そこがもうスピルバーグのすごいところで、だからどこから見たってスピルバーグ作品って面白いんで、うん、今だから新たに映画見始めた人も遡って見ても絶対面白いと思うんですよ。そうですね、まあ、プライベートライアンと何ですか、うん、プライベートライアンぜひ見てほしい。ミュンヘンとかもやっぱり宇宙戦争だって、宇宙戦争めちゃくちゃ面白い、めっちゃ面白いですね。はい、だからやっぱり大きな巨大なものが襲いかかってくれます。そうなんですね、基本はそこなんですよね。子供が死ぬほど泣け叫んだります、あまりにもスピルバーグっていう名前が大きくなりすぎて、うん、あ、スピルバーグねみたいな反応があると思うんですよ、うん、だけどそんなレベルじゃないですよ、ね、そうですね、はい、まあ、本当に歴史って全部見たくなりましたね、ぜひスピルバーグおすすめですっていうぐらいバカバカしいセリフないじゃないですか。でもおすすめしちゃう、確かに、はい、そろそろ時間が来てしまいました。最近ではあのついこの間ね、リンカーンという映画が、まあ、去年ですか、はい、いまして、リンカーン今年のアカデミー賞で作品賞を入れて、まあ、12部門ノミネートで、主演男優賞とか2部門を取ったということですね。でスピルバーグって結構若いイメージあったんですけど、僕なんかもあの今もう66歳なんで、それ一番驚いたな、66ですか。そうですね、で監督作品がまあ31作品で、制作総指揮を入れるとまあ90本以上の映画に関わってて、まあ、他にテレビシリーズとかもやってますから、まあ、あの本当に映画界の大物中の大物ですね。で、まあ、スピルバーグはそのであのとにかく本当に映画バカというかですね、映画大好きな人で、映画作ってる時の自分が一番多分好きなんだと思いますけども、でそういうので言うとちょっとそれを裏付けるエピソードがありまして、2004年公開されたターミナルという映画がありました、はい、でこれはあの自分の国の政治が不安定でパスポートの効力を失ってしまった男がですね、要は空港から出られなくなってしまうという宙ぶらりんの状況を描いた映画なんですけども、あのなんか実話が元になってたんですよね、確かね。でこれはあの実物大の空港のセットを作りました。でそのこれのなんかメイキングを見てたら、スピルバーグがその撮影の前日にですね、このセットの中歩き回りながら明日はどこで撮ろうかなっつって、でこういうことを考えながらセットの中歩き回ってる時は僕が一番幸せなんだと。だから現場にいて映画撮ってるっていう状態の時が一番幸せだっていう人で、でまあ映画撮ってない時はこの人映画見てますね。なるほど。本当にまあ映画好きの人生 で、まあ、今でもあのまあ大富豪ですけどね、それこそ、でもまあ、別にお金のためじゃないし、お金のためっていうか、まあ、本当に好きなんで毎年映画撮ってて、しかも早撮りなんで本数も多いと、ことですね。もともとキャリアのスタートがユニバーサルスタジオに学生の頃に潜り込んでたっていう、ね、っていう話がありますね、うん、はい、なんかあのユニバーサルスタジオになんかちょくちょく潜り込んでて、でそのうち空き部屋を見つけて勝手に入り口にスピルバーグオフィスとかつけちゃって、すごいですね、やることが違う。でやっててなんか仕事くれみたいなことやってるうちに、あの仕事ももらえるようになったっていうのが出だしだっていう話が伝わってきてますけども、でも好きなものへの情熱ってことでは博士分かるような気がするじゃないですか。そうですね、これって決めたら、まあ、で自身はなんかと一緒ですよね。一緒ですよね。現場に入りたいっていうのは ね、まあ、今それが通用するかってちょっと難しいと思いますよね。難しいと思いますが、時代も良かった、はい。さあ、スピルバーグ監督の名前が初めて世界に知れ渡った作品はどの作品でしょう。そうですね、一番最初に有名になったのはやっぱり1971年の激突という、でこれもともとアメリカではテレビ映画なんですけども、あのアメリカ以外ではあの劇場公開されました。でこれは巨大なトレーラーをですね、この、まあ、中年男が抜いてしまったら、その後トレーラーが怒り狂ってずっと追っかけてくるという、まあ、非常に恐ろしいあのホラー映画とかサスペンス映画ですね。ずっとそれをやるだけなんです。ずっと追っかけてくるという映画です。で映画監督っていうのは大体みんなそうなんですけども、一作目っていうのはその人がその後に映画監督として描いていくテーマっていうものがだいたいギュッと詰まってるんですね。でスピルバーグの場合はこれ激突を見ると分かるんですけども、あのテーマが大きなテーマが2つ、この中にもうすでに仕込まれておりました。はい、さあ1つ目のテーマは何でしょうか。ですね、1つ目はこれです。崩壊した家族ということですね。
で激突もまあ見ていくと分かるんですけども、主人公が奥さんに電話するシーンが途中でちらっとあります。でそこをちょっと見てると分かるんですけども、まあ、主人公はもう奥さんと別居しちゃってるんですね。で要はあの家族関係がうまくいってないということなんです。でスピルバーで激突っていうのはどういう話かというと、まあ、ダメな父親がですね巨大なトレーラーに追い回されるって話で、でスピルバーグの映画の特徴には本当に初期のうちから、まあ、中期最近でもありますけども、崩壊した家族が描かれていることが非常に多いんですね。で1975年公開のジョーズでもあの主人公のブロディ所長という人ですけども、この人もなんか奥さんと子供とちょっとあんまうまくいってないんですよね。で息子ともあんまうまくいってなくて、であのちょっとなんだろう、お父さんが家で立場ないみたいなことにはなっています。なんかそうじゃない部分ばかり取り沙汰されるから、その崩壊した家族がそこに流れてるっていうのは気がつかないですね。そうですね、見ると一目瞭然なんですけどね。でまたそれから1977年の未知との遭遇っていうのがありますけども、これではよりはっきりしててですね、あの UFO に夢中になっちゃってお父さんを置いて奥さんが子供連れて出ていっちゃうとで、まあ、これ出てきてるんですけども、でなんでスピルバーグがそういうあのことを映画のテーマにしてるかっていうと、あの彼自身親が離婚しちゃってるんですね。でお父さんがいなくなったという経験があるので、でそれで自分も父親になった時にまさかそれを繰り返すんじゃないかという恐怖心もあったりしてですね、そういうあのコンプレックスみたいなことからこういうことを描き続けてるんだということは本人もたびたび言ってます。でマスピーバーグも1回離婚してますね。最初の奥さんエミー・ガービンという女優さん で今はあの魔球の伝説のケイト・キャプショーという女優さんが奥さんですけども、で、1982年公開の E.T. というね、はい、E.T. 面白い映画ですけども、E.T. もお父さんがいない家庭なんですね。面白いですけど、説明するのは、はい、E.T. も僕は好きなんですよってことなんですよ。僕 E.T. 大好きですよ。逆になんか冷ややかにわざとおっしゃったのかなと思って、そうじゃないですか。E.T. は割とあの悪魔主義者みたいな人はこれダメだって言うんじゃないかと思われるけど、本当は好きですよ。超好きですよ。ですよ。ちょっとその B 級映画だったんですけど、だからその B 級の映画のジャンルなのにも関わらず、うん、対策であり、多くの人とかもう全世界中の人が見に行った、うん、また見るほどの出来になってたっていう。そうですね、はい。でまあ、ジョーズはその後は本当にこの真似した映画がいっぱい作られたんですけども、でスターウォーズより多いと思います。でなんでかっていうとスターウォーズだと SF なんでセットとかいるんですけど、これだと魚の作り物があれば撮れるやっていうふうに B 級映画作ってる人は思うん で、まあ、ガンガン真似されたっていうのがね、で未だに作られ続けています。まあ、最近でピラニアとかね、うん、よくで 3D ピラニア 3D がよくできてるものもありますし、そうですね、ありますね。ピラニア 3D 最高ですけども、はい、であのスピルバーグだからその恐怖ってことはいつも考えてると思います。であの1980年のご存知であの E.T. ですけども、はい、E.T. でもねあの結構怖いんですよね。 E.T. ってこうやって見ているとあの これ子供があの E.T. の顔見て一瞬ギャッつってすごいびっくりするシーンですけども、 E.T. もともと造形が結構キモい上に、ここでわーって口開けた顔がすごい怖くて、しかもそれ懐中電灯に照らされて、これはね綺麗可愛く CG で直したバージョンですね。オリジナル版だともっと怖いです。なんで直したんですか。それはスピルバーグ反省しててそうじゃない方にするって今言ってますけども、あのでこれこのあの一番下の妹役はドリューバリモアがやってるんですけども、これ子役時代のドリューバリモアですね。でドリューバリモアがこれキャスティングされた理由っていうのはオーディションした中で一番いい絶叫するからだって、言うんで、とにかく小さな子供を心底ビビらせるってことはスピルバーグが本当に気合を入れてやる監督だっていうことがそこからも分かるんです。E.T. の全体のイメージからするとそんな意図は感じないんだけど、そう言われると確かに、うん、そういうとこもある。でそれからあのしかもドリューバルモアこの E.T. にねいい子になってねって言われるのにどんどんこの後悪い子になるみんな苦情でもないですこの後やっちゃいになってしまう。ショックがやっぱり大きかったんじゃないかと。で1977年 の、 あのまた未知との遭遇になりますけれども、未知との遭遇もですね UFO が出てくる話ですが、これもですね非常にホラー演出があってですね、あの例えばこのちっちゃい男の子が UFO にさらわれるシーンで、ここはあのなんか家の中でプルターガイスト現象が起きるんですね。でこうね、そうなんですよ。でおもちゃが勝手に動き出して外から不気味な光が差し込んできてですね、でこのネジが勝手に動いて、でその強い光に飲み込まれて子供がさらわれてしまうという、これはしかもシングルマザーですから、お母さんからしても悪夢以外の何者でもないですね。非常に恐ろしげなシーンをあの撮ってるわけです。で、スピルバーグのこれがこれまあホラーっぽいんですけども、それを実際にあのこの後スピルバーグが自分がプロデュースしてトビー・フーパーが監督したのポルターガイストという映画がありますけども、それであの大体同じような演出をですね今度はホラー映画でやるんですね。でこのシーンでいろんなものが勝手に動いたりするんですけども、あの未知との遭遇と比べるとあんまりその差が分かんないというかですね、あのだから未知との遭遇のシーンもやっぱりその恐怖を意図してやっていたものだということがあの分かるのではないかと。ここではまあ木が動いて入ってきたんですね。
あとまあそのちょっとベッドの下の人形とかものすごい恐ろしいシーンがありますけども、確かに3つの遭遇よりはちょっと怖いですけども、同じ系統の撮り方をされているということは分かります。なんかスピルバーグ ほぼ同じ撮り方っていうのはスピルバーグがすごい多いんですよ。すごい多いですね、多いんですよ、作品を通してね、まあ、そういう癖っていうのありますけどもね、はい、あとそれからあの魔球の伝説、あのインディ・ジョーンズの2作目ですね。でこれはあのアドベンチャー映画ですけども、非常に怖いシーンが多くてですね、ご存知だと思いますけども、生きた人間の胸にこう手を突っ込んで心臓をえぐり出すとかですね、そういうのもあります。で あれですね、これなんだっけ、途中では今ミスの層が映ってますけれども、魔球の伝説という映画でもそういうことがあります。はい、こっち入れますね、これですね、はいはいはい、マーキングネスだけ、そうですね、なんかだんだんスピルバーグ特集じゃなくて、こういうシーさんの好きな特集のようになってきてる。いやいや、スピルバーグ実はそうなんですね。そうそうそう、そうですよね、これね。でもこれ結構怖いですね、うん、高野さんも、あ、僕もこれ好きなんですけど、これ怖いシーンだけど、うん、オープニングが好きなんですよ、僕は。ミュージカルありますね、ミュージカルの、声ですね、ここすごくいいですね、このシーンですね、ここがお好き、僕もこれすごい大好きで、ジャズのビッグバンドをバックに女性に歌って、これあの後のスピルバーグの奥さんです。え、そうなんですか、この人結婚して、今7人子供いますけども、はい、7人いるんですか、ちなみにこのインディ・ジョーンズ魔球の伝説っていうのは、ちょっとあのなんエイリン問題というかですね、アメリカの MPAA というところがですね、 R 指定にしようとしたら結構残酷なんで、そうしたらスピルバーグとあのルーカスがごねて、それじゃ困るんだと言って、無理やり PG-13 という新しいレーティングの基準を作らせたということでも有名な映画です。保護者の了解があればっていう、そうですね、はい、スピルバーグやルーカスが言えばそういうルールが通っちゃう、動いちゃうんですよね。それは随分ユーズが効いて羨ましい話ですけどね、はい、ナベツネさんみたいなもんですよね。そこまではいかないと思いますけどね、はい、さあ、サヘルさん好きなスピルバーグ作品、私は2005年に公開されたミュンヘンなんですよね。これになりました。これすごく面白くて、はい、サスペンス、まあ、スパイ映画なんですけども、結構私もこれ見た時に、この監督誰だっけと思って見たらスティーブン・スピルバーグぐらい、私の中では彼がこういうのを作るイメージがなかったんですよね。でここはその爆弾をね作るテレフォンのその形を取った時に女の子が入ってきたりとか、その爆弾の本当にスイッチを入れようとしたら子供がいないはずの子供が帰ってきたりとかっていう、結構臨場感がある。でこういうサスペンスもの、スパイ系のものも作るんだっていう、この臨場感あるのが私はすごく新鮮で、すごい素敵でした、この作品。まあ、ミュンヘンもですね、結構残酷なシーン多くて、爆弾が爆発した後でなんか部屋のあちこちに腕がぶら下がってたりとかするんですけども、で日本ではこれ PG-12 指定になってますね。でもこれもなんか今言われていろいろ説明聞いて気づいたんですけど、確かにお父さん目線というか、そのスパイの中にそのお父さん、自分に子供ができるお父さんの姿も描いているので、やっぱりそのどっかでお父さんぞっていうのは映画の中に出てくると思って感じました。そう言われてみんな見てみるとあるんですね、発見があります。ミュンヘンもこう実はベースなんで、そうですね、実際に起きてるっていうことで、そうです、やってる映画なんです、ミュンヘンオリンピックの話なんですね、はい、でスピルバーグは本当にサービス精神旺盛でですね、まあ、こういう残酷な表現とかも含めていろんな面白いものを見せようとしてるんですけども、それと一方でですね、スピルバーグは、まあ、さっき博士もおっしゃってたみたいによく使う表現手法っていうのがいっぱいあって、で一つすごく有名なのは、ちょっと前に、ね、これ YouTube の動画でも有名になったんですけども、スピルバーグが人の顔を撮るやり方なんですね。で必ずこうやってレールに乗っけたカメラこう近寄っていきながら、人々が何かすごいものを見て愕然としたっていうか、なんかこうわけのわからないものを見てこう呆然となっている人の顔をこうやって寄って映すというのを常にやります。でこれ3つの遭遇はなんかそれが一番多い作品で、もう何十回もやってるんですよね。そこの中では多分宇宙人にまでそれで寄るんですけど、これはでもすごい効果的でですね、映画っていうのはまあアクションとリアクションでできてますから、何かすごいことが起きてるのを見せるだけじゃなくて、それを見た人の反応を見ることが重要なんですね。でしかもその映画の中で自分が感情移入している人がやる表情と同じ表情に客席もなっちゃうんですよ。だからこのわーっていう顔をしてる人たちが映ってる時は、多分客席のほとんどの人はみんな同じ顔をしちゃってるんだと思いますね。でこのすごく大きい顔が、ね、スクリーンいっぱい映し出されて、このガーンっていう顔がですね、これだけ繋げるとすごい迫力です。こうやって見ると本当に毎回やってるってことも分かると思いますね。これは ズームじゃなくてこうレールで寄りたいですね。スピルバーグズームあんま好きじゃないです今俺が寄せた自分でねでもこれ見てるだけで結構なんとなく感動してしまうところがやばい、じゃないかと思いますよね、はい、でも役者にしたらすごい表情の勝負ですよ ね、 そうですね、これだけずっと寄れていく、しかもスピルバーグの映画でそれやってくれるのかってなったら嬉しくてしょうがないですね。寄りが来るわけですからね。
さあ、吉木さん、その他にスピルバーグ監督の特徴ありますか？そうですね、スピルバーグはですね、まあ、お父さんの影響っていうのはそういう意味でちょっといろいろトラウマになってたりしますけども、なんか第二次大戦中お父さんが飛行機の仕事してたかなんかの時期があるとかで、第二次大戦というものに非常にこだわりがあります。まずはどの作品でしょうか？そうですね、まずは1941という映画があります。これ1979年ですけども、これはですね、カリフォルニア沖に日本の潜水艦が浮上したということで、西海岸が大パニックになったという、まあ、ちょっと実話が元になったんですけども、ただの田舎町をハリウッドと勘違いして日本軍が攻撃しようとしたりですね、するっていう、まあ、ドタバタコメディです。でこれ時は人気絶頂だったジョン・ベルーシが主演でですね、はい、あと日本側から三船敏郎が出たり、クリストファー・リーが出たりですね、湯水のようなお金をかけた豪勢なコメディなんですけども、これは大こけしました。で超こけちゃったんで、何者入りだったんですけど、ものすごくこけちゃって、でスピルバーグはそれ以来コメディ映画っていうのはこの後は一本も撮ってないんですね。コメディ的な要素を入れたりってことありますけども、正面来たコメディ映画っていうのはコリタかなんかでもうやってないんです。まあ向かないと思ったんじゃないかなと思いますけどね、本人が。まあこれはでも今見ると面白いですけどね、面白くないところも含めて面白いですよね。そうなんですよね、はい、そうなんですね。だから本当に超大作で作って滑ってる感じが面白いんですよ ね、 そうね、こんだけお金かけたのにっていうのがね、普通な見方ですね。しかもオープニングから自分の映画のジョーズのパロディから始まったりするんで。そうですね、でハリウッドだ、ハリウッドだですね。そうそう、はい。そして他にもスピルバーグの映画の、はい、にしてないジャンルはありますよ。今カンペ書きながらね、スピルバーグあんまり映画にしてないジャンルっていうのは、他には多分恋愛映画でしょうね、はい、スピルバーグ恋愛映画っていうかロマンスもの苦手で、ほとんど作品にはなってないです。で多分オールウェイズという映画がありますが、あれが多分唯一っていうか数少ない恋愛映画だと思うんですけども、これはですね、しかもその、まあ、恋愛感情といってもこれ死んだ人相手なんで、ちょっとまあ普通の恋愛かと言われると、死んだ人というか霊ですね、霊相手なのは、だからファンタジー要素が強くてですね、でも多分スピルバーグの中で一番ストレートな恋愛ものだと言えるのではないかと思います。まあ、ただまあスピルバーグもいろいろ女性関係失敗したりとかあるんで、そう、そのはっきりしないとね、ちょっと今分かんなかったです。そんな嫌味で言ってるんじゃないですか。でこれはお父さんがいない子供のところに ET がやってくるんですけども、要は宇宙人がお父さんの代わりをしてくれるっていう話ですよね。でスピルバーグはやっぱりそうやって父親代わりみたいなものを映画の中で求める傾向があって、で ET もまあそういう意味のお父さんですけども、例えばインディ・ジョーンズ最後の聖戦という映画では、インディ・ジョーンズのお父さん役で、まあ究極の父親ですね、これね、ショーン・コネリーが登場しますけれども、まあ、普通ね、これインディ・ジョーンズヒーローですから、ヒーローに別にお父さんいらないですよね、007のお父さんとか言われてもピンとこないじゃないですか。だけど、まあ、そうなんですよ、そう言われてはそうですね、でそこでわざわざお父さんを出してきて、その父親と息子が和解するという話になっていて、でかつこれショーン・コネリー持ってきたのは、もともとインディ・ジョーンズは007みたいなのがやりたいって思いついた映画の企画だったので、映画の父としての、そのインディ・ジョーンズ映画の父としての ジェームズ・ボンドっていうことも含まれているという、非常に面白いですね。隠れたテーマというかね、いやだからこの作品規模が大きいんで、スピルバーグ映画っていうとそこになかなか目がいかないかもしれないけれども、ほぼ 全作品がこの崩壊した家族的なってものは全部描かれるんです。アクションとかエンターテインメントの、ね、そう、裏に実はこれ全部だから、例えば2002年公開のマイノリティリポートという映画がありましたけども、はい、あれトム・クルーズがね、これエリートなんですけど、この人ね、実はドラッグ中毒で夜な夜な奥さんと子供出てっちゃったんですね、の映像を見ながら、なんかよかったな昔はとか言ってニヤニヤしてるって、これ割としょうもない父親ですよね。そこだけ見たら、やっぱりそういうシーンもなんかこうやって入れてくるという、でスピルバーグの映画だったから、まあ、父親っていうのは父親業に大体割と失敗してるか、あるいはすごい理想化されてるかみたいなことで、どうやって折り合いつけようかってことは常に模索されてるんではないかというような気がしますね。これもそう思って見ていただくと、ほぼ前作そういう風な、そうですね。だからさっきもちらっと言いましたけど、ジュラシックパークの博士は子供が嫌いだから結婚してないって言ってて、だけどそれが父親代わりになっていくという話、ね、最後にね、いい関係になっていくんですよね、さあ続いてスピルバーグが描く映画のテーマ2つ目は何でしょうか？2つ目はこれです。じゃん、観客を恐怖のどん底に突き落とすということですね、これもですね、あんまりスピルバーグ作品とスピルバーグ制作作品を混同している人も多いので、そうすると印象がまた変わってしまいますが、スピルバーグ初期なんか完全ホラー作家ですね。で常にどうやって観客をものすごくビビらせて怖がらせてやろうかってことを考えてた人なんですよ。でそういう意味でも影響力の強い人で、まあまあ一番最初の激突がそうですけれども、このトレーラーが追っかけてくるという話なんですけども、ジュラシックパークの恐竜しかりですね、インディージョーンが追い回されるでっかい石しかり、
あのスピルバーグがこうものすごく巨大なものが襲ってくるっていうことを映画で常にあの描き続けてきた人なんですね。ほぼ延々このシーンでっていうかそれもすごいですよね。だからこれすごい、だからその本当にその演出力がなかったらこれ持たない映画なんですね。ヒットしたんですか？ヒットしたんです。これものすごくヒットします。世界中で当たりましたね。でこのトレーラーを怪獣のように描いたんだとスピルバーグも自分で言ってますけど、本当にそういう意味ではモンスター映画なんですね。でモンスター映画といえば1975年のご存知ジョーズですけれども、あのこれは巨大な人食いザメが登場する映画でですね、はい、あのまあまあこれは本当に大きな怖いものが襲ってくる映画のヒットです。で、なんかねこの音楽も効果音も全て何かものが襲ってくるとき必ずこれですね。ジョーズの音楽だって知らない人もいるかもしれないですよね、まあ、あの怖いときにかかる音楽。そうですね、パロディーとして使われることが多くなっちゃったんですけどもね。そう、私このジョーズのせいで海に入らなくなってしまったので、逆にこの映画をそう見たことが私にとってはもう僕もそうなんかジョーズをの興奮を子供に見せたいから、うん、5歳ぐらいで見せたんですよ、うん、そしたらやっぱりものすごいこう影響を受けるんですよね、うん、でプールに行っても、うん、サメが出るって言うんですよ。なんかあれ沖縄かなんかどっか行った時にプール入らなかったって。そうです、プールだからって言ってもサメが出るって絶対言うんですよ。私砂浜に座っててもサメに人間の足が生えて追いかけられてる錯覚を見るのでダメなんですよね。今こういうジョーズ そのエピゴーネンとか真似した映画でロジャー・コーマンが作った映画なんかだと、あの砂の中を泳ぐサメが出てきたり、サメの竜巻を襲ってきたりしますけども、そのロジャー・コーマンっていう人は BK が作ってたんですけども、このそれが今の話関係あるのは、ジョーズとスター・ウォーズっていう映画はですね、要は B 級映画と A 級映画というか敷居を取っ払っちゃったんですね。つまりそれまで例えば宇宙で戦争だとか、うん、巨大なモンスターが襲ってきてっていう映画は B 級映画の領域だと思われたんですけども、それをこうやって豪勢な映画にしちゃったことで、その垣根が取り払われたという意味では記念碑的な作品なんですね。でロジャー・コーマンなんかはだからジョーズとスター・ウォーズのことをだいぶ恨みを持ってて、そういうのは大手がやんないからうちみたいなところが作って商売になってたのに、こんな金かけて作られたらかなうわけないだろうっつって、でも未だにその、なんだろう、砂浜の中を潜ってくる上手な映画とか作ってますね。立派な。僕の小学校の先生が同じこと言ってましたよ。あ、本当ですか。スター・ウォーズや上手は子供が見に行くもんだって。やっぱりなんか昔だったらそういうふうに思うんだと思いますね。言ってましたね。やっぱね、低予算映画で観客を選ぶのが、っていうのと、あと多分ね、あんまり美人女優もそんなに好きじゃないんだ、この人は。なんで、そこもあって、そういう恋愛映画的なことにはあんまり興味が向かない人なんではないかと思ってます。ですよね。恋愛映画撮るのかなと思ったら、そのやっぱり例だったりするところがちょっと違うものに走りたくなるという。実際恋愛上手じゃないから撮れないんですよね。まあ、それはあると思いますね。あともう童貞が長かったりすると、もうダメなんです、そういうの。そうなんですか。ディアレンはでも恋愛上手だったんですね、じゃあ。あ、どうですかね。願望がまた入る人もいるしね。まあそこは人それぞれですね、はい、はい、さあスピルバーグ監督の転機のあった戦争映画続いての作品は、はい、次はですね1993年のシンドラーのリストという映画がありますけれども、これはですねホロコーストの最中に、まあ、そのユダヤ人たちを助けようとしたドイツ人実業家のオスカーシンドラーさんの話ですけれども、これはですねまあそのいわゆるこれはですねゲットですね、まあ、ユダヤ人 その移送からですねゲットを押し込めるところからその後の最終解決とか収容所ですね、絶滅収容所のシーンまで、まあ、ユダヤ人の迫害を非常に時系列を追ってですね丁寧に描いた作品です。でこの時も本当にこのなんだろう、こういうのの記録フィルムはモノクロなんで、そのリアリティを徹底するためにモノクロにしたいと言ったとか言わないとかいう話もありますけれども、これも非常にリアリティあふれる描写ですね。でこれが何が転機になったかというと、スピルバーグがこの映画で念願だったアカデミーの作品賞と監督賞を受賞することができました。でそれまでもいろいろトライはしてたんですけども、大体娯楽映画の人だろうっていうんで、なんかそういう賞レースとは無縁だったんですよね。で本人もなんかアカデミー賞はどうせ俺にはくんねえんだなとか言ってちょっと拗ねてた時期があるぐらいで、まあ、この映画ではついに念願のアカデミー賞を受賞したという意味でこれはちょっと重要だし、あとまあそのスピルバーグはそのユダヤ人的なユダヤ人の出自がありますから、そういう意味でも本人の渾身の一作だったと言えると思います。そうですね、モノクロですけど、どっか子供の女の子の時だけ赤色を通じた、ね、あれが印象にすごい残ってます。でスピルバーグはだけど賞はあんまりだから興味ないんですけども、逆にそれにちょっと取り憑かれてるようなところあるんじゃないかなって僕思ってて、でさっきも出てきた2002年のマイノリティリポートですけども、これでですねバーチャルななんかねこう施設っていうかゲーセンみたいなところがあって、そこでなんかすごいいろんな冒険ができるトータルリコールみたいなところがあるんですけども、
で、これは違うシーンですが、そこでなんかみんなにこう褒めたたえられるのをそのバーチャル体験してる場面っていうのがあって、これはねちょっと場面は画面は違いますけども、それ見た時になんでこんなシーンがあるのかな、つまりだってすごいなんか宇宙で大冒険とかねできるはずなのに、そんなみんなに褒めてもらうシーンっていうのをやってる、お金払ってねバーチャルで体験する人がいるっていうのはどうも謎だなと思ってたんですけども、多分あれスピルバーグがその自分が望んでることをちょっとカリカチュアライズして描いてみせた、昔はそうだったなみたいなことで入れたんじゃないかなと思ってます。はい、一般人でそういう夢をそんな見ないですね。もないですね、なかなかないと思いますね。はい、さあスピルバーグ監督の転機となった戦争映画、続いての作品はそうですね、98年のプライベートライアンです。でこれは第二次大戦 の有名な史上最大の作戦ですね、D デーノルマンディー上陸作戦を、描いた作品 で その後、兄弟が全部死んじゃった兵隊を一人救出するための作戦を描いた映画なんですけども、これはですね、本当にスピルバーグの中で転機というよりもこの映画以降戦争映画のスタイルは完全に変わってしまいました、映画界全部でです。でこのプライベートライアンの戦闘シーン以降これを意識してない戦闘シーンは多分絶対にないと言っても、韓国映画でも中国映画でも全部そうです。でこれは本当に戦場カメラマンのタッチでですね、で、色彩もそうですけども、これ全部その16ミリの手持ちの感じで撮ると、でそれ、それとこの銃弾の音とかですね、とか人体がバラバラに本当になる感じとかも含めてもう非常にリアルに撮られてて、でこれは本当にその戦場の恐ろしさっていうのをスピルバーグが実感させるためにバーチャル戦争体験みたいな感じで撮ってますから、でこれを撮るためにスピルバーグはその、フランク・ダルモンという映画監督がいますけども、彼に頼んでそのノルマンディ上陸作戦に実際に参加した人たちから徹底した聞き取り調査を行ってます。でそこで集められた話の中から寄り抜きのひどい話を全部ここに入れて再現したというお話なんですけど、ドキュメンタリーのように、そうですね、さながらそうなんで、でそのこれはですね、完成した時にそのノルマンディ上陸作戦に参加したその機関兵を集めてですね、出社会を開いたんですけども、その時におじいちゃんはちょっと PTSD で発作を起こしちゃったとか言われてる話があるぐらいで、本当かどうか分かりませんけども、だそのぐらいリアルに見えたということですね、実際に参加していた人たちにとってもということです。これ映画館で見ていて本当に5.1 チャンネルのサウンドで見るとも避けるんですよ、弾がこっちからついてたんですよね、本当に避けたくなるんですね、避けたくなるというか、もう本当に本当に避けてるんですよね。ここは 5.1 チャンネルって今おっしゃいましたけど、 5.1 チャンネル そのスピーカーを昔買った時に嬉しくって1ヶ月ぐらいプライベートライアンと地獄の黙示録が見てなかったですね、どっちも音がぐるぐる回って超楽しいんですよ、その超楽しいっていうと